ノスタルジアは、コナミアミューズメントより2017年3月1日に稼働開始したピアノの鍵盤を模したアーケード用音楽ゲームでビーマニシリーズの一つ。キャッチフレーズは、触れた旋律が時を紡ぎ出す。ピアノを模した筐体が特徴。同じビーマニシリーズであったビットリムの筐体をそのまま流用しており、タッチパネルと鍵盤風デバイスを持ち、演奏は、 鍵盤風デバイスを選曲闘争の他の操作はタッチパネルを使う。鍵盤楽器を模したゲームとしては過去に同じビーマニーシリーズであったキーボードマイニアが稼働していたが本作はキーボードマイニアと異なり本物の鍵盤は搭載しておらず操作性も実際の楽器演奏を再現していたキーボードマイニアと比較してかなり簡略化されている。ノスタルジアオーパス2の アーケードゲーム筐体。ディスプレイ前にピアノ鍵盤を模した入力装置がある。主要なストーリーは記憶を失った黒猫が手がかりを求めて階段を登っていくというもので、ステージ、ノスタルジアを進め、課題曲を解放していくとそれに合わせてストーリーが展開される。画面中央から放物線を描きながら降ってくるノーツに合わせ、 手元の鍵盤風デバイスをタイミングよく操作し、演奏終了時に一定以上の成績であれば、クリアとなる。ノートは、鍵盤風デバイス3から7個分の幅があり、その範囲内であれば、どこを押しても反応する。なお、下記の特殊な音符が存在する。画面左上には演奏の出来によって増減するゲージがあるが、このゲージはクリアには影響せず、 楽曲や時計を解禁するためのステップ量を決めるためのものである。ステップの数だけ黒猫が階段を上り、一定の数値に達すると、新しい曲や時計が解禁され、解禁された曲をプレイすることにより次の曲の解禁に進める。オーパス2から消滅難易度はノーマル、ハード、エキスパートの3種類。エキスパートは、ハードを両手で演奏して、 A ランク以上でクリアすると解禁される。オーパス2からは一部の楽曲にリアルが追加。リアルはエキスパートと同様にエキスパートを両手で演奏して A ランク以上でクリアすると解禁される。判定はジャスト、ジャスト、グッド、near、ミスの5段階。コンボはミスで切れる。楽曲終了後70万点でクリアだが、 フェールドの場合70万点未満でも先には進めるがノーランクになる。ジャストをすべて取るとパーフェクトとなりピアニストランクがもらえる。時計もプレイ終了前にステップの数だけ進めることができ、一定の時間まで進めると時計1個につき1つブローチがもらえ、ブローチを装着するといろいろな恩恵を受けることができる。 オーパス2から配信演奏終了後、クリアゲージより上なら、It's Fantastic, ク,クリアゲージより下なら、Finish と表示され、ミスが一つもなくコンボをつなげた場合、フルコンボとなり、100万点を取ると、パーフェクトパフォーマンスと表示される。ありがとうございます。